このビデオには国家機密に関わる重要事項が含まれているため、登場する人物については一部仮名を使用しています。エジプトの王の墓に秘められた謎とは。 KGB が進めていた特殊任務の目的は、高度に発達していた古代文明が我々に残した遺産を調査することだったのです。私は KGB からある任務を依頼されました。あの場に居合わせた兵士たちは自分の目を疑ったことでしょう。 KGB には逆らえませんよ。人間にそっくりの地球外生命体が目の前に現れたんですから。地球外生命体との接触はすでに行われていたのでしょうか。実名は公表しないでくれ。驚愕の証拠映像が明らかにするのは長年の謎と恐るべき秘密。パパ、真実がここにあります。ロジャームーアです。1961年ソ連の宇宙飛行士ユーリー・ガガーリン少佐が1時間48分の軌道飛行に見事成功します。彼は人類初の宇宙飛行士としてその名を知らしめました。しかし、もし古代エジプト人がすでにそれを体験していたと言ったら、あなたは信じますか？しかも60年代にソ連がそのことを知っていたとしたら。その当時の研究資料を見ると、ソ連がエジプトで発見された出土品に異常なまでの関心を抱いていたことがわかります。なぜならエジプトには人類と地球外生命体とをつなぐ証拠が隠されていたのです。地球外生命体の調査は空を見上げることから始まります。 UFO が目撃されるのも、宇宙人からのメッセージを受信するのも共通しているのは空です。つまり地底は調査の対象から外れるはずですが、 KGB だけは例外でした。天体物理学と神経学の権威ビクター・イバノビッチ博士は以前科学分野の顧問として政府で働いていました。その際に KGB の特殊任務イシスプロジェクトについての情報を入手したといいます。イシスプロジェクトとは、エジプトの出土品に秘められた古代文明の謎を探るという計画です。調査の目的は軍事面への利用でした。このプロジェクトは KGB が水面下で進めていた極秘任務の一つだったのです。イバノビッチ博士はこれをイシスプロジェクト、来訪者の墓に秘められた真実という本にまとめました。この映像はかつて KGB の上層部によって封印されていたという極秘フィルムです。イバノビッチ博士はこれを人類史上最も重要な証拠映像であると語りました。1961年にソ連の科学者が小規模な調査隊を結成します。彼らはエジプトに渡り、そこである古代の墓を発見しました。調査には化学兵器に精通した軍人も同行したそうです。それらは全て記録に残っています。しかし一つだけ公にされていないのが、発見された墓の内部の記録なんです。それについて調べた結果、意外なことが分かりました。なんとこの調査隊は棺の中に地球外生命体の死体を発見していたのです。しかも紀元前1万年以上も前に埋葬されたものでした。そこで私は一つの結論に達しました。棺の中で見つかった死体と現存するピラミッドの建築構造、そして数々の科学的調査の結果から推測すると、
地球外生命体が紀元前1万1000年にすでに地球に来訪していたという驚くべき事実が浮かび上がってくるのです。バビロニアやギリシャの台頭にも、アッシリアの神やクレタ文明の開化にも先駆けて姿を現したのがエジプト王朝でした。古代エジプト人の功績は数え切れません。人類初の数学者や天文学者の誕生、彼らは幾何学の原理を発見し、数を表す象形文字も生み出します。また最初の暦もエジプト人によって作られました。これらはすべて砂漠の下に眠っていたのです。それがイシスプロジェクトが内密裏に進められた要因でした。イバノビッチ博士が言うように、 KGB が地球外生命体を見つけていたとすると、我々も古代文明に対する認識を改めねばなりません。今日エジプトを訪れる調査隊は100を超えます。彼らの目的は長年の研究対象を分析したり、過去の定説を覆すような手がかりを探したり、出土品から当時の社会を復元するなど多岐にわたります。私たちは現在、新王国時代の王の墓所である王家の谷で発掘作業をしています。いまだに謎に包まれているのが労役に対する報酬です。あれほど巨大なピラミッドを作るためには何千人もの労働者が必要ですが、どうやって食料を調達したのかが解明されていないんです。古代エジプトに関する根本的な謎は、なぜあれほど高度に発達した文明社会が紀元前2500年という時代に突然姿を現したのか、成立し得たのかという点です。エジプト以外の古代文明を考えてみてください。どれも突発的にではなく、徐々に発展していったと思いませんか？つまり他の文明社会ではまず物々交換に始まり、それから何百年、いえ何千年もの時を費やしながら経済社会を築き上げていったわけです。でもエジプトだけは違います。紀元前2500年に突然急速な進歩を遂げた文明が砂漠から誕生したのです。それは例えるなら T 型フォード車が次の瞬間にスペースシャトルに変身するほどの変わり身と言えるかもしれませんね。つまり私が申し上げている最大の謎とは、ピラミッドの誕生を説明したくてもあまりにも歴史の流れからかけ離れていて納得いく理由が見つからないという点なんです。まるで別の世界から受け継いだようで。エジプトがノアの洪水が起こった後の残骸から生まれた国家であると推測する人もいます。イシスプロジェクトはこの説に真っ向から反対しました。そして調査を重ねた結果、 KGB はエジプトが地球外生命体の技術を用いて建国されたという証拠を手にしたのです。続いて長年の謎を紐解く驚愕の証拠映像が登場します。あの場に居合わせた兵士たちは自分の目を疑ったことでしょう。人間にそっくりの地球外生命体が目の前に現れたんですからね。さらに謎が深まります。私の後方をご覧ください。あの大きな建物はかつて世界最大にして最も恐れられた諜報機関でした。 KGB はサイエンスフィクションの世界になぜこれほどまで関心を持ったのでしょうか。イシスプロジェクトの始まりは50年代に遡ります。第二次世界大戦の爪痕が残る中、新しいソ連が台頭。かつての農業国の面影はなくなりました。ソ連は国力のアピールに力を注ぎます。指導者フルシチョフの独裁政権の下、資本主義を唱える西側諸国に対し共産主義の優勢を示したのはアメリカに対する挑戦でした。アメリカとソ連の間で繰り広げられたこの争いは
ソ連経済にとって大きな痛手でした。ソ連はアメリカを出し抜いて宇宙に人間を送ろうと躍起になりますが、その費用は莫大なものになります。兵器の開発にしても同様でした。アメリカが核実験を行えばソ連も負けじとそれに対抗する。その結果ソ連の経済はますます衰退していったのです。世界が固唾を飲んで見守る中、両国の攻防戦は激化の一途をたどっていきます。しかしフルシチョフには分かっていました。いつかソ連率いる社会主義陣営が現状を保てなくなること、 NATO にはとても対抗できないことを認識していたのです。そして政府から KGB に命令が下ります。その内容は低予算で技術革新を進めることでした。冷戦の真っ只中、 KGB は世界最大の秘密警察と化し、30万人の諜報員を使ってスパイ活動に励みます。しかし KGB の任務はそれだけではありませんでした。彼らは科学分野の研究にも力を注いだのです。それは超能力の研究でした。精神を集中させることで何が起こりうるか、さまざまな実験が繰り返されます。中には血液を飲んで重要ポストを得た人間もいました。超常現象の研究が始められたのは1920年代。 KGB は闇の部屋と呼ばれる特別な研究室を作りました。しかし30年代半ば、スターリン政権になると超能力者は迫害されます。 KGB 内で研究の指揮を取っていたグレッブ・ボーキーは非常に残忍な男でした。彼は人間の血を飲む男として知られていましてね。当時 KGB は精神に影響を与える兵器を開発しており、死刑囚や反体制の人間がこの生体実験の犠牲となりました。その後1937年、ボーキーは処刑されます。それまでの非人道的行為が発覚し、彼の研究仲間も同様の結末を迎えるに至ったわけです。彼らの研究資料はすべて KGB 内の機密文書保管所に移されたと伝えられています。その後も変わらず超常現象の研究は続けられました。やがてフルシチョフの時代になり、この研究はようやく実を結ぶこととなります。人間の精神を外部からコントロールし、思想を変えることのできる装置が完成したのです。アメリカはこの研究の成果に難色を示しました。ソ連の目的が平和維持でないことが明らかだったからです。当時のソ連は何とかアメリカを出し抜き、トップの座に君臨しようと必死でした。ソ連は UFO にも関心を持っていました。 UFO の構造を分析し、自分たちの持つ航空機に応用しようと考えていたのです。当時のソ連は未確認飛行物体の調査にうってつけの場所でした。目撃証言も他の国を寄せ付けないほど上がっています。なぜそんなに多くの目撃者がいるのか、その理由はソ連の広大な領土が物語っています。数々の報告の中でもひときわ異彩を放っているのがダルナゴルスク事件です。あれは特筆すべき事件ですね。物的証拠も残っており、分析もされています。ある種の探測装置だと思われますが、とにかく1986年1月にあそこに何かが落ちたのは確かです。ご覧の映像は分析結果に基づき墜落の瞬間を CG で再現したものです。スローでご覧ください。一般に UFO は円盤型だと言われますが、それには正当な理由があります。これが円盤型ではなく固定翼機だとしたら、この飛行物体は機首から地面に突っ込み炎上するだろうと専門家は言います。
ご覧のように円盤型だからこそ地面に衝突した瞬間バウンドしたのです。損傷はありましたが炎上には至っていません。我々はロシア人マフィアと接触し貴重な極秘フィルムを手に入れました。軍人と KGB の情報員が円盤型飛行物体の墜落現場を見聞している様子です。指揮を取っているのは毛皮の帽子の男、おそらく KGB の高官でしょう。ダルナゴロスクで墜落した物体が UFO であるという確証はありません。しかし宇宙人の先端技術をソ連が自国の航空機に応用してきたという見方もできるのです。 UFO 超常現象の研究、そして異質プロジェクト、これら3つはソ連政府が世界に軍事力を知らしめるための戦略だったと言えるでしょうね。イシスプロジェクトの最終目標は古代文明に秘められた当時の知識を収集することでした。その技術をもとに軍事力の強化を図り、ソ連の世界征服を目論んでいたのです。エジプトには知識の間と呼ばれる部屋が存在するという伝説があります。具体的な場所は分かっていませんが、その中には地球外から来訪した生命体の知識も含まれるというのです。9世紀以来、探検家たちは知識の間の発見を夢見てきました。そんな中、アル・マムーンが大ピラミッドの城壁を初めて破ります。伝説に駆り立てられた彼は、大ピラミッドの中にこそ知識の間があると確信していました。金銀財宝があると家来を焚きつけ、長い回廊を突き進んでいきます。しかしそこで彼らが目にしたのは空っぽの棺だけでした。知識の間は大ピラミッドの中ではなく地下に隠されているという説もあります。ピラミッドからスフィンクスへ続く地下の隠し通路の存在がささやかれているのです。最近の地震調査ではスフィンクスの下に洞窟があるとの見解が出ています。果たしてその洞窟こそが伝説の知識の間なのでしょうか。地球外生命体の文明が残っているかどうか、可能性はありますね。続いては十分考えられる話だと思います。地球外生命体は我々の星を探査するにあたってエジプトという地を活動拠点に選んだんでしょう。さらに真相を追っていきます。限りなく広がる砂漠には誰もが圧倒されます。2000年以上前、この砂漠に存在した文明社会は果たしてどんな経緯で生まれたのでしょうか。エジプトは人類初の文明社会、ファラオによる統治は1000年以上も続きました。ファラオはどこから現れたのでしょうか。富と権力はどこで手に入れたのか。そしてその知識は。再三申し上げていますが、イシスプロジェクトの目的は高度に発達した文明が残した知識を見つけることでした。それも我々が知っているエジプトの歴史よりもずっと前に存在したものです。この調査に当たったチームはソビエト科学アカデミーに在籍するエジプト学者によって構成されました。
古代文明の研究に関しては世界でも指折りの人材といえる人たちでしょう。ところが KGB の上層部は当初このプロジェクトが成功するとは思っていなかったようです。エジプト学を研究している私のところに KGB からある任務の依頼が来たんです。彼らの目的は皆目見当もつかなかったんですが、ともあれ断ることはできませんでしたね。でしょ、KGB の命令には逆らえませんよ。調査対象となる場所としてまず挙げたのはギザでした。エジプトを旅しているとその壮大さに驚かされます。古代遺跡から学ぶべき点は枚挙にいともがありません。ギザの複合体で最大なのはクフ王のピラミッドです。隣に位置するのがメンカウラ王のもの。総祭殿もほぼ原型をとどめています。三大ピラミッドの中で第二の規模を誇るのはカフラ王のピラミッドです。彼はスフィンクスを最初に作らせたと言われています。岩山を掘り出して作ったこの巨大像が古代の秘密を包み隠しているのでしょうか。複合体の完成には何百年もの時が費やされました。まさに壮大な事業です。ピラミッドの建築に続いて巨大像、神殿、地下室、参道が建設されました。ギザは生き神と崇められたファラオを頂点とするエジプトの大勢力を象徴する場所でした。中でも特に神としてファラオを象徴しているのがクフ王のピラミッドです。規模と精密さにおいてこのピラミッドと並び称されるものはありません。重さは約600万トンでアメリカのエンパイアステートビル20個分に相当します。高さもエッフェル塔が登場するまでは世界一を誇っていました。大ピラミッドに使われた石材は200万個以上、どれも1トンも下らず、中には30トン近いものもあります。内部の部屋は通路でつながっており、斜高は壁面まで伸びています。当時外壁に使用された石材は鏡のように磨かれていました。さらに頂上部分には金の装飾が施されていたらしく、空に向けて太陽光を反射したと言われています。ピラミッドを建造した理由については長年議論されてきました。最も一般的な意見は死後の世界への入り口という説でしょう。しかし天文気象台だったと主張する人もいれば、地理学の研究機関だという人もいるのです。変わったところでは穀物を保存する倉庫だという意見もあります。しかし単に王の墓だと唱える人は一人もいません。誰かが埋葬されていた形跡は見つかっていませんし、建造方法も分かりません。学者たちは主張します。あの巨大なピラミッドが建造された時点で、あれほどに高いレベルの技術を習得していた文明は他に存在しなかったはずだと。大ピラミッドにはその他にも多くの謎が含まれていました。例えば高さが地球と太陽の距離の10億分の1に相当すること、また底面の対角線が東西南北に対したったの4度しかずれていないこと、さらに不思議なのは地図で見ると大ピラミッドが6大陸のちょうど真ん中に位置していることです。ギザで調査を始めてすぐ私は大きな衝撃を受けました。ピラミッドの設計者があの時代に緯度と経度をほぼ正確に測定していたことが分かったからです。
常識では考えられないことなので非常に驚きましたね。これ以外にもいくつかの特徴が挙げられます。ピラミッドが地球の真ん中に建造されている点、月面からでも認識できるほどの大きさであること、さらにレーダーが発する電波を反射しやすい形状というのも付け加えておきましょう。これらの理由から私は KGB にある仮説を提出しました。ピラミッドは宇宙からの来訪者が地球を目指す際の目標物にすべく建設したと考えたんです。十分考えられます。おそらくエジプトという地は地球外生命体が活動拠点として選んだ場所なんでしょう。我々の星を探査するにあたってもね、一番最初に地球を訪れた宇宙人の調査隊が障害物が少ないと考えて平地を選んだのでしょう。その選択は賢明だと思います。エジプトは地球の真ん中に位置しており、生活するにも十分適した土地だと言えますからね。続いては、実名は公表しないでくれ。値上げ取引は中止だ。この人物の正体とは、エジプトが共産主義を政治の核にしたことは一度もありませんが、長年にわたってソ連という大国の影響を受けていたことは確かです。経済、軍事面でエジプトはソ連から様々な恩恵を受けていましたが、それと同時に彼らは代償も支払っていたのです。ソ連政府は CIA がエジプトでの計画を嗅ぎつけるのではと気をもんでいました。アメリカとはすでに兵器や宇宙開発の分野で争っていたため、これ以上の競争は避けたかったのです。しかし幸いにもイシスプロジェクトの存在が外部に漏れることはありませんでした。50年代後半、ソ連の ODA の 43% がエジプトへの援助に充てられます。イシスプロジェクトが始まった頃、エジプトに駐屯するソ連兵は2万人を超えていました。そのため科学者の存在は注目されずに済んだのです。プロジェクトチームの本部は首都カイロに設けられたといいます。考古学者を中心としたギザのピラミッド調査はカイロを拠点に行われました。この時学者たちはアラブの農民や軍人に変装させられたと言っています。 KGB はあれこれ理屈をつけて調査隊の面々に軍服を着せた挙句、銃まで身につけるよう指示したんです。考古学者の集団であるにもかかわらず、はた目には軍人にしか見えなかったでしょうね。時には考古学者だと紹介されることもありましたが、外部の人には古代遺跡の学術調査隊と思われていましたね。疑う人はいませんでした。しかしイシスプロジェクトの立役者は考古学者ではありません。1959年、 KGB はエジプトのナーセル政権下で大統領情報局長を務めたサミ・シャラフを招きます。立場上シャラフは簡単に機密情報を入手することができたんです。それだけでなく、彼は官僚たちの電話の盗聴も得意としていました。とはいえ彼が集めた情報はほとんどが無用の長物でした。しかしイワノビッチ博士によると、1960年7月24日、イシスプロジェクトとある神話を結びつける会話が盗聴されたというのです。この記録の情報源ですか？申し訳ありませんが、それをお教えするわけにはいきませんね。確かにそう聞いたんだ。どうせ酔ってたんだろう。イスラム教徒は飲まない。それで墓を発見したって言ってるのか？古代の墓だそうだ。この耳で聞いた。どうして断定できるんだよ。中の壁に書かれてたお告げを見つけたんだとさ、証拠があったんだ。じゃあ見つけたんだな、マグバラット・アルゾアを。そうなんだよ、マグバラット・アルゾアだ。これはエジプトの官僚の一人が兄と話している会話をシャラフが盗聴したテープです。アラブの遊牧民二人が古代の墓を偶然発見したという内容でした。彼らはしばらく興奮状態にありましたが、数日後地元の病院に収容されます。二人はマグバラット・アルゾアという言葉を繰り返していました。意味は
来訪者の墓です。つまり古代エジプトの神の墓が発見されたわけです。とはいえそれはファラオではありません。生き神とされたエジプトのファラオとは別の存在、宇宙から来た神です。ファラオが現れるずっと昔にな、神が空の上から仲間を連れて地上に降りてこられた。神々は不思議な力を持ち、いろんなことを知っておられた。やがて一団は空へ帰られたが、一人だけこの地に残り、ナイルの人々に知恵を授けてくれたんじゃ。神は死後埋葬された。これがマグバラット・アルゾア、来訪者の墓なんじゃよ。伝説や神話は真実に基づいて作られたのでしょうか。神話や伝説をただの作り話として無視することはできません。時が経つにつれ、さまざまな話が付け加えられていくのは確かですが、その中核には必ず真実が存在しているものなのです。しかし我々は半信半疑でした。 KGB が地球外生命体にまつわる神話を真に受けているとは考えられなかったからです。イシスプロジェクトに関するさらなる情報を求め、我々は当時外交特使をしていた男と接触しました。彼は現在ロシアマフィアの一員です。俺は昔外交団にいて公文書を運ぶ係だった。カイロとモスクワでやり取りされた書類もたくさん運んだよ。書類の中にはシャラフからのものもあったな。確か60年代だったと思うが、その当時ナーセル大統領の下で情報局長を務めてたお偉いさんだ。でも俺には書類なんかただの紙切れだった。第一暗号で書かれてたから読めなかったしな。でも面白いのも中にはあったんだよ。なんていうか、なんか似合うなと思ってね、コピーを取ったのもある。見せてもらえないか。ダメだ。男は金を要求してきました。どこ行くんだ。心配すんな。しかし本物の書類だと確信できるまではこちらも要求を飲むわけにはいきません。こんなところに本当に書類があるのか。我々はモスクワ郊外のある雑居ビルに連れて行かれました。ここだよ。隠しカメラからの映像です。ほら全部揃ってる。欲しがる奴は大勢いるよ。それだけの価値があるからな。当時の書類に間違いないな。ああ本物さ。書類の一部は KGB の高官に宛てたものでした。驚くことにそこには諜報員の一人が来訪者の墓を調査している科学者から報告書を受け取ったと書かれていたのです。こっちは KGB のだ。さらに調査結果を記載した書類も出てきました。最高機密と書かれています。埋葬室の場所は非公開。出土品は木の棺が15、ミイラ化した死体が1体、石の棺が1つ、そして象形文字による記述。これも KGB の公文書だ。埋葬室に最初に足を踏み入れた科学者は以下のように書いています。壁の見聞を行っている間、奇妙な感覚を覚えた。岩肌から磁気が放出され、まるで引っ張られているかのようだった。科学的見地からこの現象を説明することは不可能。これを見たときはさすがに驚いたよ。次は暗号を解読した者のリポートです。初見、
埋葬室の壁に書かれていたのは、翼を持った神が再びこの地に降臨するという予言であった。確かに本物か。ああ。じゃあ取引成立だ。これではっきりしました。ソ連はこの神話を真実として受け止めていたのです。棺が発見された後、ソ連軍の兵士が現場に招集されました。厳重な警備のもと、ついに棺の蓋が開けられたのです。あの場に居合わせた兵士たちは自分の目を疑ったことでしょう。目の前に人間そっくりの地球外生命体が現れたのですから。ついに真相が明らかに。ここエジプトを訪れる観光客の大半が古代遺跡の魅力に取りつかれています。歴史の重みを体感できるからでしょう。まあ、その魅力が人間だけではなく地球外生命体までもこの地に呼び寄せたのでしょうか。イバノビッチ博士は著書の中でこのように指摘しています。地球外生命体がピラミッドを建設するためにこの地を訪れたのだと。私がこの本の中で最も強調したかったことは、我々が人類史上全く前例のない貴重な発見を目の当たりにしているという点です。人類は自分たちにそっくりな地球外生命体の死体を見つけたのです。しかもその生命体が地球を訪れた時期は紀元前1万年前に遡ります。博士の持論を裏付けているのがこの映像です。以前は極秘フィルムとして KGB 内部で厳重に保管されていました。我々はこのフィルムを預かり独自の調査を開始します。分析は専門家のセルゲイ・ゴンチャロフ氏に依頼しました。まずはケースを調べます。ここに製造工場の名前が書いてあります。その下のペレスラブリというのは工場があった町の名前ですね。真ん中にタイプ A2 とあるのはフィルムの種類を示しています。続いて映像の信憑性について検証してもらいました。ケースは問題ないようです。次は映像を見ていくことにしましょう。何か特別なメッセージが隠されている可能性があります。フィルムを回すと最初に現れるのがこの言葉です。ロシア語でナチャラと書いてあります。スタート、始まりという意味です。次に出てくる言葉がプリョーンカナンバー267です。プリョーンカとはロシア語でフィルムという意味ですから、フィルム番号267ということですね。文字とマークが出ています。一番上が最高機密、画面中央は KGB の紋章です。一番下は KGB 資料。敵を欺くことにかけては定評のある KGB です。ひょっとしてイシスプロジェクト自体、彼らが巧妙に仕立てた作り話ではないでしょうか。しかしそうだとしても、ここまで徹底する必要があったのでしょうか。もしかすると陰で行われていた別の任務を隠す戦術かもしれません。とにかく本当の理由が何であれ、 KGB の機密を探り出すために我々はあらゆる可能性にメスを入れていかなければならないのです。現場に到着した兵士は安全確認をしなかったんです。ガスマスクを着用しないまま埋葬室に入っていきました。不幸なことに彼らはこの段階で大きな過ちを犯したことに全く気づいていなかったのです。発見した棺の蓋を開ける前に中の状態を調べなかったことが問題でした。蓋を開けた途端、中から煙のようなものが出てきたんです。煙の向こうには地球外生命体の亡骸が眠っていました。
の煙が癖物でした。この有毒ガスのせいで兵士たちの体に異変が生じたんです。中は閉ざされた空間ですから、ガスはすぐ充満します。危険な状態だったでしょうね。兵士たちは慌ててその場を脱出しました。その後、化学兵器を専門とする別の部隊が呼ばれ、汚染された埋葬室で調査を再開しました。気を失って逃げ遅れた兵士を外に運び出す姿もカメラが捉えていますね。調査チームは埋葬室の中で不思議なエネルギーを感じたと言っています。特に調査開始後数日間はとても強力だったそうです。そしてこれが最後の映像です。埋葬室での一連の検証が終わった後、兵士たちが発見された出土品を外に運び出している様子が撮影されています。アラブの遊牧民が2人、棺を前に作業していますが、これはプロジェクトの関係者ではないでしょう。来訪者の墓で見つかった出土品の数々をついにKGB が手に入れた瞬間です。これに勝る証拠映像はありません。我々が入手したイシスプロジェクトの調査報告書を当時の関係者に見てもらいました。その結果、これが間違いなく本物であるとの証言も得られたのです。突然電話がかかってきて、すぐに研究室へ来るよう言われました。研究室には出土品が並べられており、エジプトの墓で発見されたものだと説明されたんです。そしてこうも言われました。この件は決して外部に漏らすなとね。次々と新たな事実が明かされてきましたが、依然として謎は膨らむ一方です。我々が古代の秘密を解き明かす日は果たしていつ訪れるのでしょうか。Thank you.